もう今さっき帰ってきた。お団子。はい。はい、お団子。そう、生写真撮影会。コンタクト取ります。ほら、こんなに違う。いや、ね、違いすぎる。はい、すっきり。全然違うね、ハートありがとう、ハートありがとうございます。お疲れ様。いや、皆様もお疲れ様でした。お仕事ね。はい、もう爪でワシッとワシワシとワイルドに行っちゃった。本当は綿棒で撮りたいんですけど傷つけちゃうから。あ、わかる。歌唱力ユニット戦でなんと私あの友情枠で出演させていただいているみたいで、気づきましたか？なんか私の横顔を映していただいていました。友情出演しました。違いかな。気づいた？ねえ、ちょっとさ、プライベートでさ行ったのにありがたいですよね。嬉しいんですけど、そうプライベートだからって気抜いちゃいけませんね。ダメだね。こんばんは。そう、サーヤとあおちゃんの隣にいました。もうさ、みんな確認できるくらいなんですよね。そう、交通費自腹。もうね、みんなの気持ちが分かった。東京新潟間往復2万円でも、あ、えらい、ありがとうございます、ありがとうね。でも、いや、行く価値あった。楽しかったし、なんか聞けて幸せだったし、いいものを見させて聞かせていただいたなって。そうだから、交通費全然無駄じゃない。まあ結構なお値段ですよ、もちろん。でも、あの3人の歌声聞けてよかったなって。応援してる、ありがとうございます。思って、そう、実質無料、むしろプラスみたいなそのくらいだよ。必要経費でした。はい、お値段以上、本当にもう。そう、あ、くまー、ありがとう。でもなんかやっぱり金額だけ聞くとお高いなって。2万円だけ聞くと2万円ってなるじゃん。ハートありがとうございます。こんばんは。パン、ありがとう。なった。
そう、でもプラスになったからいいの。えらい、ハートありがとうございます。あー、みんないっぱいギフティングありがとうございます。明日は確かお休みだった気がするのでゆっくりしようと思います。あ、公演の予定出ましたね。出ましたよね。あー、クマありがとう。今日なんかの日。ギフトありがとうございます。出ましたよね、25日と。タコありがとうございます。27、平日バイバル、病院で検査、頑張れ検査ね。あの、私たちもね、ほぼ発表と同時に知るんですけど、あの25、27あります。すごい大空に羽ばたけ、ありがとうございます。羽ばたきます。え、そう、私たちも知らないの、同じ日に知るんですよ、皆さんと一緒に。なかった、あ、今日知りました。プップップ。ねえ、リカさん楽しみ、楽しみだ。そう、みんなの方が情報をね先にしてで私に共有してくれるっていう。そうだよ。でもまあ別に新公演じゃないからいつ知ってもいいんですけど、明日とかでも、まあ、全然いいんです、暇なので。ラブレターありがとうございます。楽しみだね、25日。リカさん、リカさん、この前の劇場公演、ひなの生誕の日、マリナさんが一期生さんの中で一人だったんですよ。もうそれ、寂しいって言ってた。パンありがとうございます。あ、あとそうだ、ひなちゃんの生誕祭ありがとうございました。なんと私、生誕祭で初めて代読をさせていただきました。お父様からのお手紙でした。素敵なの。でもすごい緊張した、緊張してしてしまいました。なんか代読ってね、なんか私前日とかにね、ちゃんとお手紙が来るものだと思ってて、なんか役所を知った時に、あ、じゃあこれから台本も来て練習できるのかなと思ったら、聞いてください、本番の1時間半前にあの来るんですよ、文章が。でもまあヘアメイクを直したり、昼夜公演の間だったのでメイク直したりさ、いろいろやんないといけないから、どうしようみたいな、まあ、とりあえず読めない感じに、振り仮名振っとこうってなって振って、なん
かもう本当にもうギリギリだった私、丸暗記してない。やばいよ本当にもう直前でもね。しかも私一つ、まあ、プチやらかし、いや、 やらかしでもないプチ反省は、あのひなちゃんのお父さんのお手紙封筒にしまって、なんかスカートの、なんだろう、あ、ピカピカありがとうございます、なんかスカートに挟んどいたんですよ腰の。そしたらあのそれを履けた時に抜くの忘れて、何クマパンありがとうございます、その背中にひなちゃんのお父様のお手紙を挟みながらマックスを踊っちゃったっていう。だからあのマックスで回転とかしてる時に多分ひなちゃんのお父さんのお手紙が私の腰から見えてる。落とさなくてよかった。え、本当にそう、なんか髪飾りとかイヤリングが落ちそうとかだったらもう最悪ポーンってねできるんですよ、最悪ね、しないけどね。でもさ、ひなちゃんのお父さんからのお手紙をポーンなんてもうできないじゃないですか、それは。だからあ、もうこれはもう何としても私が肌身離さず持ってるしかないと思って、はい、必死に落とさないように集中してました。去年のひなちゃんのセーターさんに比べたら大したことない。おいおいおい、よかったですよ無事にでも終えて。そう、なんかだからマックスちょっとぎこちない踊り方しちゃいました。ありがとうございます。実はタックル期待、いやいやいや期待しないでよ。しかも私がタックルした相手はひのちゃんじゃなくて、あれですよ、ゆめたんですよ。まだ期待してる人いたの？え、みんな期待してるじゃん。ゆめたんですよ私がタックルしたのは。ひのちゃんじゃないんだよね、よく間違われるんですけど、ひのちゃんの生誕祭で夢たんですよ。そう、ひのちゃんじゃない、よく間違われる、ここ大事ですよ。私がタックルしたのは夢たんです。狙ってないです。あの時なぜぶつかったの？いや、なんかなんでだろうね、私なんか多分自分のスピードをコントロールできてなかったんですよね、あの頃は。20にもなって、あの頃はね、なんか自分の体よ止まれって思ってストップかけるまでにちょっと時間がかかっちゃって、で、そう、しかも目つぶってたし、あ、懐かしい。楽しかったね、あの時も。気をつけましょう皆さんも。気をつけてください。そう、私急に止まれないからちょっと髪の毛取ろうかな。気ぃつけたまえ。ぽい。ピン1個。何個入ってるかな？2個。3個。何個かな。あ、メイクさんに、そう、回では急に止まれない、そうなんです、髪の毛抜いてない。抜けんぞ。
そう、ゆめちゃんがちょっと、そうそうそう、私の声にびっくりした。よし、4個。5個。うん、玉入れ。あ、6個。7個。ななこさん。8個。9個。10。11。あ、12。13。あ、13。ピカピカ、ありがとうございます。あれ、13。私今合ってるかな。14。15。16。17。やばい、腕が疲れてきた。18。待って、皆さん見てください。なんかヘアゴムとかそういうのじゃなくて、あ、これピン止めで抑えられてたの。19。なんか待って、私あれみたい、なんだっけ、あのヘビがや、あの生えてるやつ、何でしたっけ、あの人、人ゴーゴン、メデューサ、そう、メデューサみたいになっちゃってる。ほら、何みたいって大変これ。こんばんは、石にされるよ、うん、髪やばいよ。ねえ、やばいって言わないで、撮ってるの。かわいい、や、ありがとう。あ、そう、スクショチャンス、もうないや。ピン、ピンは後で返さ、お、ありがとう、頑張った、ありがとう、頑張ったよ、ありがとうね。はい、あえてこれ、あ、すごい、待って、やばい、あ、まだいたの、まだいた。待って、これすごい、あの毛穴がなんか、あのさ、こう毛穴のポケットがあって、髪の毛が普通こう生えてるけど、こうピッて引っ張られてたから、それをこっちに戻すと、すごいなんか、うん、気持ちがいいですね。あ、まだいた、まだいた。そう、なんか正しい毛穴の向きに戻してあげる。
まだ気持ちいい。これちょっと串したらガリガリになりそう。やばい。カーテンって綺麗。もう一回。うまい。これ地毛。ほら地毛。毛量。これで劇場出てみよう。みんなサイリウム振るのやめちゃうよ。数分見ないでイメチェンしたって。でもちょっと最後は可愛くお別れしたいので待ってください。こんな時にはこのクリップでひとまとめ、必殺ひとまとめ。ほら後ろにしちゃったらもう証拠隠滅よ。わかんないでしょ。ほら、隠滅しちゃいました。ほら、あら不思議。あれ？こんなにあった。よし、ではランキングをお読みします。13位、もちさん、たかみーさん、けんじさん、みやぱん7号さん、かずーさん、にしたむさん、地元みーわかさん、埼玉のゆうさん、まこちゃさん、ティダカンカンさん、エンドクリッシュさん、はやとさん、そして1位がたかしさん。ありがとうございました。明日もあり多分すると思うのでよろしくお願いします。おやすみなさーい。おやすみー。バイバイバイバッバババーイ。またね、ゆっくりおやすみなさいね。